はい、次ですね。これは、オイスタージュニアスポーツって文字盤が入ってまして、シドニー、なんかプラウドシドニーって入ってる。多分、シドニーの時計屋さんだと思うんですけど、そこで販売されたもんじゃないですか。プラウドとかいうお店ですよね。で、これ、だから、まだチュードルって入ってないんですけど、実はちょっと機械を開けてみまし、あの、ケース開けてみましたら、機械にチュードルって入ってたんで、実はオーストラリアっていうのはロレックスの子会社があって、まあ、独自にちょっと、運営されてたようなところもあるので、はっきりわからないですけども、まあ、この、通称アーミーっていうケースに入った、オイスターケースに入った、この時計は、チュードルとは入ってないですけれども、まあ、チュードルのものですよね。それで、まあ、ちょっと流通とかやってなかったんですけど、まあ、この当時の流通はいろいろなこう、マーク入ってるんですけども、これは、ロレックスパテントっていうの、ここに入ってるんですけども、ちょっと見えないな。で、もうこれはあれですね、ツーピースケースにもなってますね。面白いですね。もうツーピースケースになってます。中開けると、こういう、チュードルの、デグルマ方式でセンターセコンドになってますけれども、フォンテメロンの機械ですよね、相変わらず、これも。で、チュードルのマークが入ってますね、これに。で、これが、裏蓋ですね。まあ、いろいろ書いてありますけど、オイスターウォッチカンパニー。で、まあ、ロレックスのこれマークも入ってますんで、まあ、どうなんですかね、オイスターウォッチカンパニーっていう、独立した名前で、ロレックスが、ケースを作る会社を持ってたんですかね、この当時は。鋳金のケースですね。まあ、裏蓋もよく磨き込まれてて、まあ、しっかり、ツーピースケースですけども、しっかりした、ケースですよね。ちょっと面白いです。こうやって開けると、まあ、新しい発見とかやっぱあるんですけれども、まあ、これはオーストラリアで販売されたオリジナルの、名前は、まあ、文字盤にはないですけど、チュードルの時計ですよね。オイスターウォッチカンパニーと、もうケースにははっきりと刻まれてて、まあ、ある種ロレックスとは別のモデルとして販売されたんじゃないですかね。オイスタージュニアスポーツ。通称アーミーですね。アーミーモデルですね。クッションケースタイプの手巻きの時計です。